大規模な爆発が続く。クリミア半島ではロシアのウラジーミル・プーチン大統領がウクライナ侵攻を開始した数週間後の2022年4月11日以降、テロ警戒レベルが最高から一歩手前の黄色に引き上げられており、最近では以前より頻繁に爆破事件が起きるようになっている。2022年10月にはクリミアとロシア南部を結ぶクリミア大橋で爆発が発生、さらに4月下旬にはクリミア南部にある軍港セバストポリの燃料貯蔵施設が無人機攻撃を受け、大規模な火災が発生した。ウクライナ側はこれらの爆発について一切の関与を否定している。ユソフはセバストポリでの火災直後の4月29日に声明を発表。占領下にあるクリミアのすべての住民はロシア側の軍事施設や関連施設には近づかない方が賢明だと述べた。地図を作成したイゴール・トカルは自由欧州放送のリスナーたちに、ロシアがいかに広範にクリミアを軍事化しているかについて警告した。クリミアの住民に対してこれらの場所に関連する危険について警告を発したい。ロシアの軍事施設のすぐ近くに暮らしている人が大勢いるとトカルは述べる。ロシアがウクライナに対して激しい攻撃を加えていることを考えると、これらの場所は報復攻撃にさらされる危険がある。ウクライナのミハイル・ポドリャク大統領顧問は4月にキリムリアリーに対して、早ければ5ヶ月後にはウクライナ軍がクリミア入りできるだろうと自信を見せた。ゼレンスキー氏、ウクライナ反攻開始までまだ時間必要と。ウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領は10日、西側諸国から供与を約束された武器を受け取る必要があるため、ロシアに対する反攻開始にはまだ時間が必要だと話した。BBC など欧州各国の公共放送とのインタビューで述べた。すでにあるものでも前進して成功することはできると大統領は述べる一方で、しかしそれでは多くの人命が失われる、それは受け入れられないと思うとして、そのため待たなくてはならない、まだ少し時間が必要だと話した。北大西洋条約機構 NATO の加盟国による軍事訓練を受けたものを含め、複数の旅団がすでに戦闘開始可能な状態にあるものの、ウクライナ陸軍はまだいくつか必要としているものがあるとゼレンスキー氏は話した。必要なものには数台ずつ塊でやってくる装甲車も含まれるという。ウクライナがいつどこでロシアに対する反攻を開始するのかは明らかにされていない。ロシア軍は全長1450キロにわたる前線での防衛体制を強化している。前線は東部ルハンスクやドネツクから南部ザボリッチャ、ヘルソンへと至る。ウクライナ当局者はこのところ反攻に対する期待値を下げようとする発言を重ねてきた。匿名を条件に取材に応じたウクライナ政府幹部は、反攻を成功させなくてはならないと政府首脳は理解しているものの、それがこの戦争の勝敗の決定打になるとは思わない方がいいと慎重な姿勢を示した。他方でゼレンスキー大統領は、凍結した紛争はロシアの期待にかなうものだとして、その危険性を指摘。ウクライナ軍は反攻によって前進できるはずだと自信を示した。ウクライナによる反攻は昨年2月から始まり、このところは膠着が続く戦争の勢力図や前線の位置を塗り替える決定的なものになる可能性がある。西側諸国がこれまで提供してきた支援を有効活用して戦場での勝利につなげられるか、ウクライナにとっても重要な局面となる。西側諸国の期待に十分に応えられなかった場合、西側の支援が減り、ロシアと和平交渉するよう求める圧力がウクライナに対して高まる可能性がある。ウクライナの領土は現時点で2割近くがロシア支配下にあり、同国のウラジーミル・プーチン大統領はウクライナの4州の併合を一方的に宣言している。それだけに和平協議には領土割譲が議題として含まれる可能性がある。誰にでもいろいろな考えがあるだろうが、領土を分け渡すようウクライナに圧力をかけようとしても無駄だ。プーチンに自国の領土をあげてしまうなど、そんな国が世界のどこにあるとゼレンスキー氏は述べた。ゼレンスキー氏はさらに、必要なだけいつまでもウクライナを支援すると約束するジョー・バイデン米大統領について、仮に2024年大統領選で敗れることがあればどうなるかと問われると、米連邦議会では超党派でウクライナが支持されていると答え、懸念を退けた。米大統領選が行われている時点で我々がどうなっているか誰にもわからない。
それまでに私たちは勝っているはずだと思うとも述べた。現時点ではウクライナもロシアも勝つまで戦うと宣言しているため、和平交渉の現実的な見通しは薄い。ゼレンスキー大統領は10項目の和平案を明らかにしており、その中でロシアが占領したすべてのウクライナ領土の返還や戦争関連の損害賠償、ロシアによる戦争犯罪を裁くための国際特別法廷の設置などを要求。これをロシアは真っ向から拒絶している。ゼレンスキー氏はさらに、西側諸国によるロシアへの制裁がロシアの国防産業に打撃を与えていると指摘。ミサイル備蓄や砲弾、弾薬の減少をロシアが補充しきれずにいると話した。ロシアの倉庫にはまだたくさん残っているが、中略、すでに一部の地区では1日に使う砲弾の数を減らし始めたとゼレンスキー氏は述べた。ただしロシア政府は一部の制裁を回避する抜け道を開拓していると大統領は指摘。ロシアの制裁回避を助けている当事者への対応を西側諸国に求めた。ウクライナが3日にクレムリン、ロシア大統領府をドローン2機で攻撃し、プーチン大統領を暗殺しようとしたとロシア政府が非難している件については、ゼレンスキー氏は改めてロシアの言い分を否定した。ゼレンスキー氏は、ドローン攻撃はおそらくロシアの自作自演の偽旗作戦だろうと述べ、ロシアがウクライナ攻撃の口実に利用していると批判した。ロシアは常に自分たちのやることを正当化するものを見つけようとする。お前たちが我々にああいうことをしたから、我々はお前たちにこうするんだという具合だ。しかしうまくいかなかった。国内に対してさえうまくいかなかった。ロシアのプロパガンダを広める連中さえ信じなかった。とてもとてもうさんくさく見えたからだ。イギリスでは現在、欧州各国が歌やパフォーマンスを競うユーロビジョンがリバプールで開かれている。本来は昨年のユーロビジョンで優勝したウクライナが開催地になるはずだったが、戦争中の状況を受けてリバプールが代理となった。ゼレンスキー氏は、ウクライナで開けないにしても、ウクライナ国民が簡単に行くことができて、近くで楽しむことのできる近隣諸国で開かれた方が良かったとした上で、イギリスは素晴らしい国でとても尊敬していると話した。何より大事なのは歌合戦が開かれていることだ。みんな自分の才能を披露してもらいたい。ウクライナ人ジャーナリスト、クリミアにあるロシア軍事施設の詳細をマップで暴露。ウクライナの反転攻勢を前に、ジャーナリストらがクリミア半島にある223の軍事施設の位置や画像がわかるインタラクティブマップを作成、公開した。ロシア戦勝パレードで一人きりだった戦車にウクライナがエール？ウクライナのジャーナリストらが2014年にロシアに一方的に併合されたクリミア半島にある200兆の炉軍事施設についての詳細なインタラクティブマップを公開した。米政府出資ラジオ局自由欧州放送のウクライナ子会社キリムリアリーのジャーナリストらが作成したこの地図には、クリミア半島にある223の軍事施設の位置、訓練場や燃料補給場、弾薬庫、レーダー基地、防空システムや本部の位置などが示されている。ロシア黒海艦隊に所属する部隊、飛行場や基地に関する情報も表示できる。地図の公開に先立ち、ウクライナ国防省情報総局のアンドレイ・ユソフ報道官は、クリミアの住民に対して、軍事施設には近寄らないよう促していた。近いうちにウクライナ軍が反転攻勢を始めたとき、軍事施設は攻撃目標になるためだ。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は2022年の夏、ロシアに併合されたクリミアを奪還すると宣言した。